1977年の佐市東駅と周囲約600メートル範囲の状況。左上がな内方面。相対ホームに駅舎と貨物、積み下ろし場及び引っ込め線の一般駅で、特に名寄川に木材貨物のストックヤードが細長く伸びている。かつてここに木材がたくさん積まれていたが、この写真の時点では使われなくなって久しいようである。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成地東駅は北海道名寄市ざちえ文地東にあった北海道旅客鉄道宗谷本線の駅である。電報略号は地と利用者禁止に伴い2006年3月18日に廃駅となった。晩年は当期休業の臨時駅に降格されていた。付近には民家がなく 駅周辺の道路が除雪されないため、1987年から、当期は全列車が通過し閉鎖される、臨時駅となっていた。廃止直前には、営業期間中でも普通列車が2往復しか、停車しなかった。当駅の所在する地名より、千恵文村の東端に位置することから、里市東と名付けられた。廃止時点で、単式ホーム一面一線を有する地上駅であった。 ホームは線路の南西側に存在した分岐器を持たない防線駅となっていたかつてはホームが千鳥式に配置された相対式ホーム2面2線を有する列車交換可能な交換駅であった互いのホームは駅舎側ホーム南東側と対向ホーム北西側を結んだ校内踏切で連絡した駅舎側が上りの一番線対向側が 下りの2番線となっていた。その他1983年4月時点では1番線の朝日川方から分岐し、駅舎南側の貨物ホームへ至る貨物積み下ろし用の側線を1線と2番線はかない方から2番線ホーム手前への側線を1線有していた。また安全側線を上下各1線有していた。交換節分用廃止後は、 線路は側線を含め1993年3月までには撤去された無人駅となっていた。駅舎は校内の北西側に位置し、ホーム北側に接していた。有人駅時代からの駅舎は改築され、余3500系車商車を改造した貨車駅舎となっていた。旧駅舎の基礎の上への設置ではなく、利用されるホームである旧二番線側に位置変更となった。 当時は、宗谷本線の貨車駅としては最も南に位置していた駅であった。いわゆる秘境駅の一つに数えられていた。かつて、林業が盛んであった頃には、近隣山林から切り出した木材の積み出し駅であった。晩年の利用者は、ピアシリ山、田山への登山客が主であった。駅前や裏山の周辺には、舗装された細い道と草樹しかない。廃駅後、 カシア駅舎は、トロッコ王国美フにて再利用されることとなり、2006年7月3日に、旧ニュープ駅構内である敷地内に移設された。ありがとうございます。